どうもお疲れ様です。ババログです。一旦新居のインテリアは探しきれなくなったのでお休みしていましたが、探してたものが結局 IKEA や楽天で見つかり、ようやくリビングが形になってきました。他にもこの夏は一目惚れをして衝動買いをしてしまったものがたくさんありますので、ジャンルに分けて順番に紹介していきたいと思います。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。まずゲットできたのがトーガとバンズのコラボスニーカーです。トーガのコラボは毎回人気で、発売直後に即完売してしまうので、とりあえず梅田阪急の抽選入場に応募したら当たってしまって、これは買うしかないと思って購入しに行ってきました。今年の夏は見送りましたが、2020年のスイコックとのコラボスタンダルはトーガらしいウエスタンなデザインになっていて、お気に入りでまだ使っています。トーガの靴はもともとは高いけど、コラボとなるとお手頃価格になるので、デザインが良くて買えたら買うようにしています。続いて前回のユニクロ C で紹介した楽天でずっと気になっていたサイドガブーツです。ブーツは安いのはそれなりに安っぽく見えますが、これは6000円前後でも安っぽく見えず、いいのを買うまでのとりあえずのブーツにはならないクオリティです。2021年に GU で買って、ボッテガモトキと大絶賛していたサイドガブーツとよく似ているので GU でいっかと思って当時買わずにいたのですが、届いた楽天のブーツを持ってみると GU と比べると断然軽くて、ふくらはぎの太い部分まで高さがあるので足が細く見えるし、足長効果もあります。現在 GU で販売されているサイドガーブーツはユニクロ C 同様中途半端な高さだし、2021年に GU 重いからって断念されてた方にはむちゃくちゃおすすめです。続いてザラの秋物を紹介していきます。前回ユニクロ C で先出ししたカットアウトニットは8月のむちゃくちゃ暑い日に店頭で見かけたんですが、これは絶対買わないとと思って買ってしまいました。案の定同じ思いの人が多かったみたいで、1回完売してしまったみたいです。サイトを見るとカミングスーンになっているので、もしかしたら再販される可能性があると思うので、気になる方は再入荷の通知をしてチェックしてみてください。続いてベルトチノパンツは、名前の通り片押しのベルト付きのチノパンツになっていて、形はテーパードで生地も薄くすぐ履けるパンツになっています。かなりゆったりしたサイズで、私は34サイズにしました。いつも木の実ななって言っている謎のタイダイ柄で手の出しづらいデザインばかり出していたザラさんでしたが、今回はドット柄で皆さん使いやすそうなチュールが出ています。あとラインストーンがついたチュールのソックスも可愛かったので、ついでに買っときました。続いて一目惚れしたのがブリジット田中のオーガンジー素材のデザインポーチです。インスタでスーパー A マーケットがポップアップをするという投稿を見て、このオイルサーディンのポーチむっちゃ欲しいけど、さすがに東京まで買いに行けないので、初日に電話して通販で買わせてもらいました。ブリジット田中というブランドはフランス人のブリジットさんと日本人の田中さんで作られたパリにあるショップで、他にもオーガンジー素材に繊細な刺繍が施されているスーパーの袋のようなデザインのエコバッグ的なものがいろいろあって、本当に全部可愛いのでおすすめです。8月も終わるというのに、梅田阪急の9階のスークというポップアップ会場で日傘に一目惚れをしてしまい、ポップアップだったためもう出会えないかもしれないと思って、来年後悔しないように買っておきました。基本的に傘は絶対なくすので、折りたたみしか買わないと決めてて、それもあってなかなかいいのが見つからなかったんですが、これはもう折りたためんでもいいって思うぐらいドンピシャなデザインだったので購入しました。続いて新居のインテリア関係の購入品を紹介していきます。なんやかんやでやっぱりコスパとデザインが良くてお世話になる IKEA、 最近はオンラインで注文することが多く、今回大物を注文したので会計時の送料がなんと4000円になっていたことで、なかなか確定を押せなかったんですが、9月18日まで5万円以上購入すると配送料半額キャンペーンをやっていたので、3万円くらいはカートに入っていたっていうこともあり、何かついでに買うものはないかと思って見つけたのがイーバルというキャビネットです。仕事部屋でずっとお世話になっていた万能な IKEA のヒュッリズですが、在庫ケースも IKEA なんですけども、このケースが廃盤でボロボロすぎて見栄えが悪いので隠したいと思ってたところ、サイズがぴったり収まるし、同じく廃盤でもう買えないニッキビーやワゴンのロースコグと同じ色で部屋に統一感が出るということで、こちらのイーバルを導入しました。
2年前に買ってそのまま気に入って前の家からずっと使っている IKEA のビンドムですが、今のリビングには少し小さいので大きめのラグを新調しようと、モモナチュラルで色を選んでオーダーしようかと思ってたんですが、出来上がりが思ってたのと違うってなったら取り返しがつかないし時間もかかるなって思ってたら、 IKEA でまだビンドムがあるっていうのは知ってたんですけども、よく見たら大きいサイズになってたってことに気づき、値段もモモナチュラルより3分の1になるし、部屋の雰囲気も変わらず済むっていうことで、見た目は全く同じなんですが速攻で購入を決めました。このラグのサイズになると送料が4000円レベルになります。そしてようやく一番探すのに苦労していたリビングテーブルを見つけました。部屋を広く見せたいからあまり被っていなさそうなガラステーブルをずっと探していて、お金を出せばおしゃれでかっこいいのはなんぼでもあるんですが、そんなにもう余裕もなかったので諦めかけてたんですけども、サイズもちょうどよくてお値段も2万円台、合わなかったとしても透明だから見えないようなもんだしと思って購入しました。かなり厚めの強化ガラスに木の棚がついていて、ちょっとしたディスプレイとして雰囲気を変えられるっていうところがディスプレイ好きの私には最適でした。続いてずっと愛用している無印の通称人をダメにするソファーのカバーとして、イデーのプーフのカバーだけを購入しました。この無印の体にフィットするソファーは10年くらい前に購入したもので、サイズがすでに廃盤となっている通常サイズとミニサイズの中間のサイズになっていて、カバーがすでに売っていないので、イデーの大きい方のタイプがぴったりそうと思って買ってみたら本当にぴったりでした。無印のカバーはダルダルになっていて生活感が出るので気になってたんですが、イデーのカバーはしっかりとしたコロンとした形になるので一気に部屋の雰囲気も良くなりました。これはいつも気持ちよく寝落ちさせてくれるので本当に捨てられません。一気にリビングが仕上がってきたので、ディスプレイ用に洋書を置きたいけど、かっこいい表紙のアートブックは1万円以上するものがほとんどなので、簡単におしゃれな雰囲気を作れるフェイクブックを楽天で購入しました。私が購入したのがお札セットになっていて、フェイクブックで検索すると結構いろんな表紙のセットが2000円とかで買えるので、好みのセットを探してみてください。もちろん近くで見ると安っぽいけど、飾りで使うぐらいなら背表紙だけで十分なので、アートブックに何か載せるだけでおしゃれに見えるので、よかったら試してみてください。インスタでちょっと流れてきて気になっていたポスターウォールという海外のポスターサイトでポスターを購入してみました。注文してから5日ぐらいで届いたので安心して購入できるサイトでした。サイズも A3 サイズから1メートルを超えるものまでサイズがいろいろあって大きさを選べます。ポスターのサイズに合った額が IKEA にあったので、ラグとかと一緒に購入しておきました。あともう一つデゼニオというサイトもあるので、こちらもデザインが豊富でおすすめです。週1の筋トレ帰りに阪神百貨店の1階をブラブラしていて買ってしまったのが、リントンズというイギリスの老舗紅茶ブランドのティーポットカバーです。ちょっといい喫茶店に行くと紅茶を頼んだらティーポットにカバーがついて出てくるっていうのが結構好きで、これ家でもしたいと思ってずっと探してたんですけども、なかなか気に入ったデザインが見つからず買うに至ってなかったんですが、やっと見つけました。リントンズではティーコジーというらしく、全部鶏の形になっていて、ティーポットをかぶせた時に卵を温めるみたいに丸みを帯びるデザインにしているみたいです。ティーポットはロンドンポタリーです。動画映えするようにガラスで茶葉が見えるようなやつを買おうかと思ったんですが、むちゃくちゃ高いし、どちらかというとコーヒー派なので無駄な生きりはやめようと、いろんな色があって選びやすいこちらにしました。続いてまた気になるのを見つけて新しくまとめて買ったケスティファイを紹介していきます。以前ケスティファイについては詳しく紹介しているので、さらっと商品だけ紹介していきます。今まで保護フィルムはつけてなかったんですが、横から見られないように安くなっていたセキュリティシートを購入してみました。ケースはいつものマグセーフ対応インパクトケースで、ちょっとシュールな虎のデザインに一目惚れをして購入しました。今回は虎にかなり惹かれてしまって、 AirPods Pro ケースと iPad ケースも同じ虎があったので揃えて購入しました。まだまだ買う予定はなかったんですが、デザインに一目惚れをして買ってしまったのがダイソンのスーパーソニックシャインドライヤー25周年記念カラーのセラミックポップです。これは完全にビジュ買いしてしまいました。
レプロナイザーの前身のヘアビューザーが良すぎて10年ぐらい使っていて、次買うのもレプロナイザーと思ってたんですが、いいやつはむちゃくちゃ高いのでなかなか手が出ず買うきっかけがつかめなかったんですけども、ドライヤーの寿命を調べたらなんと 3,4 年ということになってたのが決め手となって思い切って購入しました。でも正直なところ、ほぼショートの私にとってはあまり必要性がなかったかもと後悔しています。ダイソンのドライヤーは評判通り風力が強くて乾かすのが早く、まあ髪の毛の短い私は一瞬で乾くのですごい楽なんですけども、アタッチメントのツヤ出しツールのブラシはロングの人にはカールができていいんですけども、ボブぐらいの私だとカールするのはちょっと厳しいです。30日間全額返金保証があったんですが、置いてて可愛いし贅沢に使っていこうと思います。まだまだ夏に買ったものはあるんですが、キリがないので今回はこの辺で終わりにしようと思います。リビングはほぼ完成しましたが、仕事部屋の作業机がどうも茶色で浮いているので、白っぽい部屋に統一するために新たに机を購入しています。プロジェクターも寝室から移動させて快適な仕事部屋作りをしていっているので、また改めて紹介していこうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。